藤井雄一郎です。建築家をやっています。主に住宅を設計してます。こちらが公園なので、この外の雰囲気をこう享受できるような家にしたいっていうのが第一のコンセプトでした。こういうところに土壁っぽいのを使ったりだとか、下もこうちょっとこう土っぽい表現だったり、あとはこういう木板のこの細かい壁とかも、外にコナラの木があるんですけれども、それをちょっとこうトレースするような感じで、その外の雰囲気がこう溶け込んでくるような環境を家の中で作ってあげようというふうにしてます。こっちが全部公園の土地になるんですけれども、この景色をプライバシーも保ちつつ、こういう開放的な家を、部屋を作りたいということで、こういう横長の窓を作っています。本当に朝はすごい光が入ってきて、今こうやってこうちょっとトーンがこう変わっていったりするんですけれども、この光の移ろいとか、こういう木々の移ろいとか、四季の変化とかがすごい一日中見れるんで、すごく気持ちいいです。これは実はエアコンが入っているんですけれども、こういう場所なんで天井にちょっとエアコンをつけたくなくて、こういうちょっと、家庭用のエアコンをちょっと改造したようなものになるんですけれども、床下にこうエアコンで送り込むという形になってます。なんでこういうところから、吹き出し口から冷気も暖気も冷房も暖房も使えるっていう感じになってます。こういうところに、実はトイレがこう入ってたりだとか、あとこういうところに収納が入ってたりだとかしていて、そのこういうのが天井までくっついてなくて、ちょっとこう家具みたいな室内にしているので、広く見せていて、そこにこういう収納が、機能がこう集約してるんで、あんまりこうなんていうのかな、周りに散らからないようにはちょっと工夫してます。キッチンはオリジナルでちょっとデザインしてるんですけれども、こういうところも例えば、デザイン的にはこういう床がちょっと土っぽいんで、こういうのもなんていうのかな、キッチンの機器というよりは家具の一部のようなふうに見えるようにすることで、ちょっとこう全体に馴染んで、少しこう空間が伸びやかに広く見えるようにっていうふうな工夫をしています。僕が普段割と料理をする方なので、使い勝手を普段のこう設計の中で生かしたりできるように、細部にだって こだわってます。例えばですけど、よく言われるのが、こう水を出した時にこう跳ねたものがどういうところにこう跳ねるんだろうとか、例えば油物した時に周りに油物が飛んで、掃除のしやすさだったり、どこまでこう油が飛んでも大事なように仕上げておかなきゃいけないんだとか、そういう工夫だとかしたりしてます。あと小さい家なので、キッチンも比較的ちょっとコンパクトなので、こういうところに使いやすいように、普段使うような鍋とかフライパンとか、こういう器具はすぐに取り出しやすいように使ったりしてます。あとは IH なんですけれども、IH にすることで、ここの作業場が広く使えるので、IH を今回使ったりしてます。これ海外製ので、エレクトロラックスっていう、スウェーデンのメーカーなんですけれども、そこの IH を使ってます。なんか北欧は結構そういう IH の文化がすごい進んでるらしくて、なんかそういうところが結構 IH、しっかり、機器メーカーあるみたいです。個室が、ないんですけれども、こういう柱とか梁とかが、こことかここにもあるんですけれども、こういうので、将来的にこう家族の住み方が変化していく中で、変えていこうかなと思っていて、例えば子供が大きくなって個室が欲しいってなったら、ここの、今僕の事務所があるんですけど、これをどっかに移してここを個室にして壁を作るだとか、あと今はここで寝てるんですけれども、こういうカーテンで、仕切ることで、こう簡単に個室化できるようにしたりしてます。1階がちょっとああいう風にちょっと落ち着いた潜ったような空間になったんですけど、2階はこう公園とか、そちら町になるんですけど、開放的にこう浮遊したような空間にしてます。小さい家なので、もうこう部屋をこう細かく作っていくっていうよりは、たくさんこう家族のみんなの居場所がたくさんあることで、こうどんな部屋にでもなるみたいな感じで使ってます。ここが今僕の仕事場で今使ってます。
風天白っていうのなんですけれども、まあ、ちょっと細々としたものが、まあ、ここに、入れられるんで、まあ、簡単にこう普段使いのものが、使いやすいように入れたりしてます。でやっぱりあとはこういう環境のいい場所なんで窓際にまあこう机を持ってくることで、まあ、リラックスしながら仕事が普段できるようにしてます。と庭のこだわりは、まあ、こちらがちょっと公園なので、まあ、この公園と、まあ、うちの庭が、まあ、境界がないように溶け込むような感じでここが公園の一部のような、まあ、場所にして、まあ、ちょっとこう街に潤いを与えるような、まあ、景観が作れたらなっていうふうで工夫はしてます。家の形も特徴的なんですけど、まあ、これはわざとこういうふうにしたというよりは、まあ、土地側の三角形なので、まあ、その三角形の土地からまあ自然に立ち上がったっていう形です。なのであんまりこう、まあ、公園があって、まあ、町がある、まあ、その境界地に立っているので、まあ、こうあんまり主張しないような、まあ、自然に立ち上がったような、まあ、家を建てたいなと思ってこういう形になってます。外観もまあ、そのちょっとこう家っぽくないようなまあ感じにしたいなと思っていて、まあ、あとはこういう緑とかにまあ溶け込むような入るような色がいいなと思ってちょっと落ち着いた黒を選択しています。これでルームツアー終わります。ありがとうございました。